オーバーウォッチと、ガンエボは全く別ゲーです。まあ、ほんと、ガンエボはコンソールが始まってから本番かなっていうふうに僕は思ってます。そのぶっ壊れてるものってほんとやっぱカジュアルさに直結してると思うので、はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。最近ねちょっとはっちゃけが過ぎましたので、今日は少し、まあ、真面目というか、まあ、おしゃべりトーク系の動画になっております。まあ、背景はガンエボを流しておこうかなと思います。今日はオーバーウォッチ2がリリースされたということで、まあちょっとガンエボとオーバーウォッチどっちやるねんっていう話をねしたいと思います。まあ結構いろんな人がねこう比べてると思うんですよ。比べてる、まあでも結論言っちゃうと、オーバーウォッチとガンエボは全く別ゲーです。もちろんね、ガンエボのゲームシステムはオーバーウォッチを参考にしてますよ。もう、まあ、似てます。すごく似てます。UI とかね、特にね、ゲームルールだったり体力だったり、まあ、体力ガンエボの方がね、かなり柔らかいけど、すごく参考にしてる。だけどね、全然違いますね。僕オーバーウォッチ2もプレイしました。で、オーバーウォッチ1もプレイしてました。で、特にベータ版、オーバーウォッチ1のね、ベータ版とかね、なんか一番、なんかもうこのゲーム移行するぜっていうぐらいね、気合い入れてやってたんですけど、まあその後ちょっと COD がね世界大会とか日本大会とか画期的になって、まあそっち行ったんですけどね。オーバーウォッチとガンエボ、まあざっくり分けると、オーバーウォッチはすごくまあ競技ルールというかコンペティティブなマップとかキャラとか本当に競技向けに調整されてるゲームで、でガンエボはそれをねめちゃくちゃカジュアルにしてあります。もうオーバーウォッチ2やった後ガンエボやったら敵めっちゃ溶けるし、敵がまずそもそもねヒットボックスがキャラがでかくて当てやすいし、エイムがすごい簡単だった。めちゃくちゃガエボってこんなにカジュアルだったんだなって思いましたね。でガエボ蘇生もあるからオーバーウォッチ2いない。オーバーウォッチ2の場合あれかな、マーシーのなんかウルトでね、スキルによってのアルティメットによっての蘇生しか確かなかった。2はちょっとねそこまで調べてないんだけど、まあ、それがガンエボではね誰でも蘇生できちゃうっていうね、まあそういう分かりやすいそのカジュアルさだったり、まあ、とにかく敵が当てやすかったね。オーバーウォッチ2はね、いやオーバーウォッチやっぱマウスでさやったんだけどめちゃくちゃ難しい。敵がちっちゃい、トレーサーほんとちっちゃい。だからね本当に FPS 初心者さんとか本当にカジュアルに楽しみたい人は、まあ、ガンエボがおすすめかなっていう。まあまああとねあれだね、まあ、ガンダムが好きか、まあ、ガンダムに抵抗がない人は、うん、ガンエボおすすめだと思います。でオーバーウォッチはどっちかっていうとちょっと FPS に慣れてる人の方が、まあ、楽しめるというか奥が深い。本当にキャラクターのバランスとかも、まあ、競技向けに調整されてて、本当にまあ一人では戦えないよね、打開できないんですよ本当に。まあ、ガエボはね正直結構一人でもガンガンキルできる方ではある。まあ、あのゲーム性にしてはね、まあ、他にもさ今エペクスは COD とかもう一人でガンガンキルしに行けるけど、まあ、こういうオーバーウォッチタイプのゲームルールっていうのはどっちかっていうと FPS ではないからね、なんかそのロルとかそういうああいうキャラクター要素を詰め込んだ FPS にFPS 視点の何か別のゲームみたいな感じだと僕は思ってるので、まあ一人でこう突っ込んでキルしまくるみたいなことは基本的にはできないけど、ガンエボは攻撃力も高いし体力もそれほどなので、まあ一人でキルしやすいっちゃしやすいよね。まあその辺がカジュアルさにすごくつながってると思います。それとそうだな、ガエボはまだコンソール版が始まってないんですよね。コンソール版12月ですよね。でまあ正直日本の FPS の人口はもう9割以上コンソール機と言われてるので、まあ本当ガンエボはコンソールが始まってから本番かなっていう風に僕は思ってます。で特に、ね、その FPS の人口に関してもそういうことだし、あとガンダム好きなガンダムゲーやってる人も 100% コンソールじゃない今。そもそもガンダムのゲームがね今ねコンソール、あの PS 版しかなかったはず。バトーペ2とかエクバ2だっけ、 PS でしか出てないから、そもそもガンダムゲーやってる人が PC 版にいないはず。まあ、PC 持ってる人はやってるかもしんないけど、ほぼほぼいないはず。なので、ガンエボは早くコンソール版を出してください。12月早く出してくださいっていう感じですかね。まあ、Apex とかが流行って、こう、バトロワから FPS を始める人もね、すごく増えたと思うんですよ。で、そういう人たちが、そう、オーバーウォッチとかガンエボみたいな、すごくチームシューティングな FPS をやると難しく感じると思うんですけど、まあ、特にオーバーウォッチはかなり難しく感じちゃうんじゃないかな、バトロワだけしかやってないと。まあ、そういう人はまずね、味方とレーンを、ね、距離感を、レーンを、前線を合わせることをすごく意識するだけで変わると思います。まあ、あと、ガンエボの方がカジュアルだから、
岩塩をからまずやってみるっていうのもありだと思います。そして FPS の人口が増えたことによって最近のどのゲームにも言えることだと思うんですけど、なんかまあカジュアルな FPS も増えたじゃないですか。まあカジュアル寄りにするとね、結構 FPS の上位者、配信者とか特にプロゲーマーの方とか、そういう上の人たちにとっては、まあ、すごくバランスが悪いとか、これはぶっ壊れてるとか、そういうね、意見がね、かなり上がってくるんですけど、なんかね、そのぶっ壊れてるものって本当やっぱカジュアルさに直結してると思うので、まあ、やっぱりその初心者、まあ、どの FPS もその半分以上どころじゃないかもしれない。8割ぐらいはさ、もう初心者と中級者、ちょっとかじってる初心者なわけじゃないですか。まあ、僕もさ、そういうフレンドが多いからさ、まあ、その初心者の目線でちょっと見ることもできるんだけど、やっぱりそのぶっ壊れてるものとかバランスが悪いって言われるものもやっぱゲームにとっては大事、大半の初心者にとってはすごくやっぱカジュアルさに、ね、なってくるから、そういうのも大事なのかなって思いますね。そういうぶっ壊れがあるっていうことも。でグリードさん自身はガエボとオーバーウォッチどっちやるのって感じなんですけど、まあ、僕は今のところガエボかな。あのオーバーウォッチは僕にとっては難しすぎるあのマウス操作がね、まあ僕もともとパッドのねプレイヤーなので、ね、あのガエボの方が今のところすごくストレスフリーに、ま、苦手なマウスっていうねデバイスでもストレスフリーにプレイできるから、今のところガエボをこう息抜きにプレイしてます。で今年は新作の COD が出るので、まあそれも COD もしっかりやりつつ、まあガエボも上げていけたらなと思ってます。まあ全然オーバーウォッチも何回かやってみてもいいけど、ただシンプルに下手くそすぎてお見せできるもんじゃないと思うので、まあわからないです。というわけで今日ははっちゃけない動画でした。よかったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ガエボさん早くコンソール版出してください。というわけでお疲れ様でした。なんで、あ、蘇生よろ。ナイスダボ？ダボしたけど。蘇生されてる、蘇生されてる。あと3分か。まぁ、あ、ちょっと下がってもいいかもね、守るだったら。とりあえず、左。ウルトないか、ウルト。サザビやった。ナイス。お、もう一人やった。お、強すぎ。ナイス、ゴリ。よー、やばい。これパーティー組んでる方がもらえる経験値少ないかもな。さっきから66しか。Think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or been when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on.